スイーパーヒー、スイーパーヒー、オスマン語シパヒとはもともと、ペルシア語の、兵士、軍人を意味する、シパーヒーからの借用語である、ウルデュー語で、兵士という言葉が由来という説もあるが、競技には、オスマン帝国で組織され、中世ヨーロッパにおける、封建制度の中での騎士に相当する集団を指す。招集されるにあたり、給料として、一定の報道での徴税権を、 帝国から与えられる、ティマーセーが取られていた。現代標準日本語では、一部の外来語を除き、話者によっても異なる、基本的には、愛の前の S は、SH と発音されるため、カナ表記では、チパーヒーとも書かれる。アナトリア周辺は正当カリフーマイア朝時代以降、イスラーム支配地域と東ローマ帝国との教育地域にあたり、ヒムスリムに対する、 侵略的な宗教的聖戦、ジハードに伴う、あるいは、それを名目とした、ヒムスリム人民への財産狩りや奴隷狩りなどの略奪遠征、ゴツ、ガズワゴスワに従事とするもの、聖戦に参加するものという意味のガーズイー、ジンイチェッシーという戦士団が在住し、現在のトルコ南東部及びシリア北部からイラク北部の地域を前線として、アッパース町などの遠征以外にも、 ガーズイー集団による東ローマ帝国領内への略奪遠征や東ローマ軍との軍事衝突がたびたび繰り返された。オスマン帝国の前身であるとされるセルジューク・アサでは1071年にマラスギルとの戦いにおいてアルプアルスラーン率いるセルジューク長軍が勝利を収めアナトリア中西部まで一気に領域を広げた。この時アルプアルスラーンは帰餓のトュルクメン諸行を アナトリア各地に文法を入植させ、これらの取りまとめ役として、ルームセルジューク朝のシソスライマーンブンクタルムシュを入付さた。こうして、アナトリアのガーズイー集団に、セルジューク系のトゥルクメン勢力が最前線で新たに加わることとなった。東ローマ帝国や、ルームセルジューク朝、ダーニシュマンド朝などのセルジューク諸行、後の米陸の基盤となる、その他もろもろのガーズイー集団など、 大将の政治勢力が、互いに、アナトリアの支配をめぐり合え、十連行を繰り返した。オスマン朝の君主は、オスマン一世やオルハンを含め、オスマンガーズイー、ガーズイーたちのスルターン、オルハンと、初期から、ガーズイーの称号を名乗り続けたことからも明らかなうに、オスマン朝自体がこれらのガーズイー集団の一つから、勃興したが、オスマン朝初期から活躍したスイーパーヒーはこれらの、 ガーズイ、e、ー集団を継承する形で生まれたとされる。オスマン町にはこの他にも戦闘での略奪品を報酬として受け取る権利を与えられたアキンジやデリなどといった騎兵部隊も存在したが、略奪が主な目的であるために士気が大変低く、敵との戦闘になってもすぐに逃げ出したために決定的な戦力とは言い難かったが、 バルカン半島を征服していく上では彼らは大きく貢献した。オスマン帝国の常備軍騎兵ではあるが、同じ常備軍騎兵であるカプクルの騎兵とは別物であるため、例えば有事の際にある一つの地域から騎兵を招集する際には、スイパーヒートカプクルの騎兵が時期に別々に招集された。こうした騎兵の招集も、本来騎馬民族であったセルジューク系、オグズ、 トゥルクメン集団を起源とするオスマン帝国だからこそ可能であり、時代が進み銃と大砲が主要な兵器として定着するまで、実際にオスマン帝国の戦力は、こうした騎兵たちが多くを占めていた。装備は所有する報道によってまちまちであったが、基本的には軽装で、戦法も借機戦法が主であった。15世紀頃になると重装騎兵へと変わっていったが、 さらに時代が進み17世紀頃には、銃の発達から創価よりも軽装化による、機敏性を重視されたためか、銃装備のスイーパーヒーも少数となり、全体としては、軽装機兵へと戻っていった。前時代を通して戦場において、自分の地位や所属、武勇を、周囲の敵味方に示すために、羽飾りや派手な衣装で身を飾っていた。 中世から近代に移行する中で西洋の騎士や、それを支えた封建制度が没落していったのと同様に、オスマン帝国が拡大していく中で、スイパーヒーや、その他のオスマン帝国の騎兵部隊は、東ローマミカドやサファビアサ、ペルシャなど火器を主要な武器としない国と戦う上では、大きな貢献をしたが、オーストリア帝国をはじめとするヨーロッパ諸国は、小銃と重装備の騎兵とを揃えており、 これらの勢力を打ち破ることは、スイーパーヒーでは困難になった。特に、ウィーン包囲戦での敗北から徐々に、その重要性が失われていった。それとは、対照的に下方で武装した、イエニチェリ及びその他のカップクルの軍隊の重要性が高まり、要因と軍事費が大幅に増加していったため、スイーパーヒーとそれを支えていたティマール製の存在位置は、共になくなり、 最終的には境外化し没落していった。インドにもスーパーヒーの乱で有名なイギリス東、インド会社の現地民に傭兵部隊、スーパーヒーが存在する。日本では一般的に英語の綴りセポイをローマ字読みしたセポイの呼び方が定着している。同じペルシア語の単語を語源としているが、インドのスーパーヒーは不評であり、騎兵はサワールと呼んだ。もともとは カースト制の中でのある一定の階級の人々を指して、セポイと言い,い、この階級から編成された部隊であることからそう呼ばれるようになった。これは、オスマン帝国のスイーパーヒーとはあまり関係はなく、単に同じペルシャ語ないしその系統の言語の単語から派生したに過ぎず、英語でもこの二つは区別されている。現に、オスマン帝国のスイーパーヒーは、 遊牧民の末裔を自負することもあって、小銃を携えることはあっても、火器を使用武器として戦うことを拒み牙場で戦い続けたが、インドにおけるスイーパーヒーは、積極的に火器を導入し、その多くは、不評として、戦闘に参加した。なお、このスイーパーヒーに採用された火器、小銃は、インドが多質な環境であったために、火打ち石式よりも、確実に火薬に着火することができる。 ひなわ銃が大多数を占めており、それは第一次世界大戦で英軍として戦うまで変わらなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。